動画をご覧の皆さん、こんにちは。スゴレッジトレーナーの萩原健二です。この動画では1日3分自宅で簡単にできるスゴレッジを紹介していきます。スゴレッジとはシンプルなのにすごすぎるセルフでできる整体ストレッチです。今回は痩せるスゴレッジを紹介していきます。痩せるスゴレッジとは静的ストレッチと動的ストレッチを両方組み合わせることによって体型と体質両方を変えていきます。まず1つ目が東京タワーストレッチ、2つ目が相撲ストレッチ、そして3つ目がムエタイストレッチを紹介します。それでは動きの説明をしていきます。まず1つ目は東京タワーストレッチになります。でこの状態で足を前後に開きます。でこの時にポイントは後ろの膝をしっかり伸ばすことです。かかとは浮いて大丈夫です。でこのままグッと腰を下ろしていきます。この状態で手はちょうどこの干潮のポーズ、これでぐーっと背伸びをしていきます。でこの時に耳に腕がしっかりピタッとくっつくようです。ちょっと正面からいきます。この状態ですね、足をしっかり前後に開いた状態で手は干潮のポーズでぐーっと伸びていきます。でこの時に耳にピタッと手をくっつけてあげたら、溝落ちから上です。ここから上を軽く足を前に出した側に倒していく、こんな感じです。これが完成のポーズになります。でこの時に伸びるのがちょうどこの脇腹ですね、横隔膜のところがこう伸びてきます。肋骨から横隔膜、そしてこの股関節です。この股関節の前側がしっかり伸びてくることによってぐーっと姿勢を起こしてくれます。こんな感じですね。2つ目は相撲ストレッチになります。足を四股のポーズにまず開いていきます。この時に意識したいのはつま先の方向と膝の方向を一緒に開いていくですね、この状態です。で横から見る時にこの膝が前に出るんじゃなくて腰を下ろしていく感じ。ちょうどイメージしやすいのはここに段ボールをぐっと拾い上げる感じですね。ここでよいしょ、こんな感じです。しっかり腰をぐっと下ろしてあげるのがポイントです。でこの四股のポーズが取れたら背骨を中心に体を大きくひねっていきます。ぐるぐるです。この体幹の動きに合わせて手を突っ張りです。ぐっ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 。でこの時に意識していきたいのは腕を出す方じゃなくて引く方です。この状態で体をぐっとひねってきた時に突っ張りなんですけど、前に出すのがポイントじゃなくて引くです。引いて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 、この動きが大事になってきます。で体は力まずですね、遠心力を使ってグッ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 。この時にもし余裕がある方は足を屈伸を入れながらスクワットみたいに動かしていくと、この内ももも鍛えられていきますので、これも下半身の強化につながってくるんで、とても効果的になります。こんな感じですね。グッ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 。で腕を引けば引くほど体体幹が起きてくるんで、二の腕とか背中のはみ肉とか、あとはウエストがすごく締まってくるんで、痩せたい人には効果的になります。3つ目はムエタイストレッチになります。ムエタイストレッチは足を前後に開いたら手と足を対角に動かしていくストレッチになります。ここから大きく対角に動かしていくんです。溝落ちを中心にこの対角の動きですね、グッ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 。横から行くとちょうどここからですね、溝落ちから対角に行くときに手と足はしっかり前に出したら引くです。前に出したら引く、前に出したら引く、これを連続でリズミカルに行っていきます。グッグッグッ。で溝内から動かしていくことによって、ちょうどここのウエストがグッと締まってくるのと、あとは特にこれはヒップラインに効果的です。お尻が足を引けば引くほどヒップがググッと上がっていくんで、スタイルアップに効果的なストレッチになっていきます。まず、東京タワーストレッチは左右で30秒30秒で1分、そして相撲ストレッチは1分間、で最後にムエタイストレッチは右20回、左20回、計3分ぐらいでできるストレッチになっています。それでは始めていきましょう。まずは東京タワーストレッチになります。
足を大きく前後に開いてください。でこの時に後ろ足しっかり伸ばしてくださいね。でかかとは浮かして大丈夫です。手は干潮のポーズでぐっと伸びていきます。腕は耳にピタッとくっつけてあげて、この溝落ちから上を軽く倒していきます。それでは今から1分間やっていきましょう。でこの時にまず呼吸はしっかり鼻から吸って口から吐く、ゆっくりゆっくり深呼吸してください。ぐーっと、で体は力力まずリラックスです。リラックス。でしっかり体が伸びていることを感じてみてください。ゆっくり呼吸します。鼻から吸って口から吐く、はい、そしたら、次は反対そのままいきましょう。で足前後に開いたらそのまま体を倒していきます。でこのまままた30秒です。でまたしっかりね、体を脱力しながら股関節です。この股関節、あとはこの脇腹がしっかり伸びていることを感じていきましょう。ぐーっと、で特に股関節がしっかり伸びてくるとしっかり体が リセットされるんで痩せ体質になっていきます。続いては相撲ストレッチになります。まず足をしっかり四股のポーズです。足をしっかり開いて、つま先、膝の位置を開くです。で、この状態から体幹をぐっとでまっすぐにした状態から体を大きくひねってやっていきます。では、今から1分間やっていきますので、一緒にやっていきましょう。それでは、用意、スタート。この時に体が、力むとですね、すごく疲れてくるんで、もう腕は本当に体幹のひねりですね、遠心力を利用しながら脱力でいきましょう。で腕を出すよりも体をひねりながら腕を引く方に意識を向けてあげるとより効果的です。グッグッ。で特にこう体をひねることを意識していくと、くびれができやすくなったりとか、ウエストは締まってきます。で腕を引けば引くほど二の腕がシェイプされていくんで、これも、痩せ効果にすごくなってきます。で余裕がある方はこの足ですね、しっかりこう屈伸を入れてあげるとしっかり痩せやすくなってきます。続いてはムエタイストレッチやっていきます。でこちらは、左右20回ずつやっていきますので一緒にやっていきましょう。まず足を前後に開いていただいたら、腕と足、これを対角に動かしていきます。で特に溝落ち意識してほしいので、手は溝落ちに当ててあげるとより意識しやすいです。では今から20回やっていきましょう。ではいきます。せーの、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、このまま横に行きますね。はい、2、3、大きく振り子のようにです。5、6、7、8、9、 OK です。今度反対行きますね。しっかり溝落ちから手足を振り子のように動かしていきます。では行きます。せーの、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、お疲れ様です。皆さんお疲れ様でした。どうでしたか？痩せたい方はまず体を動かす習慣が必要となりますので、ぜひ毎日続けてみてください。続けることで必ず体型と体質が変わってきます。それでは次回お会いしましょう。